機6十七四色爆撃機。飛竜飛行第七十四戦隊第一中隊の四式銃爆撃機。舞台マークとして垂直尾翼に対応である七と四を一文字に組み合わせた象を描く四式銃爆撃機は第二次世界大戦時の第日本帝国陸軍の銃爆撃機。基番号は機六十七。愛称は飛竜。略称、故障は四式銃爆。 ヨエ、67など。連合軍のコードネームはペギー。開発、製造は三菱重工業。航空撃滅戦に適した97式重爆撃機以降の重爆撃機に対する運用思想から、本機も重爆と称されながら、同時代、同クラスの他国の機体と比べて、爆弾の搭載量は低いが、強力なエンジンによる良好な飛行性能。 急降下爆撃に耐える、機体強度、長大な航続距離により、対戦後期の実戦投入にもかかわらず、際立った活躍を見せた。実戦に使用されたものでは、日本陸軍が最後に開発した総発銃爆撃機である。本機の開発にあたり、97式銃爆の欠点の一つであった縦安定性の不良を改善するため、 本機は全部胴体を長く設計されている。搭載量を減らした機体に2000馬力級の波104を搭載していることもあり、運動性能は単発機並みと評され、爆弾を搭載していない状態であれば、極技飛行もできると言われた。また、機体も運動性に相当する強度を持っており、重爆にもかかわらず急降下爆撃用の急降加速度計が装備され、 時速6 0 0トル以上を示しても何ら異常はなかった。プロペラの選定にあたっては、一式線や冷戦に使われていた、ハミルトンスタンダード製の油圧式可変プロペラが、性能不足とされ、住友金属がドイツの VDM 社からライセンス生産権を得た、電動式ガバナーを備えた、低速4羽プロペラが選定されたが、構造が複雑なため生産工程数や、 部品手数が多く、振動対策として、プロペラ翼の厚みを増したことで、空力特性がやや犠牲となっている。より高性能のプロペラへ乾燥するために本楽器、製造が、ライセンス生産権を得ていた、ユンカース式に、フランスのラチ社の機構を組み合わせた、ペ、33が試作され、生産直前までこぎつけたが、間に合わなかった。 長所の一つとして長大な航続距離が挙げられる。開発にあたって陸軍から当初メーカー側に示された要求では、航続距離に関しては平凡な性能しか求めていなかった。もっとも、一台前の百式重爆開発の際に3 0 0 0トルを上回る航続距離を求めたという説もあり、審議については不明の点もある。この要求性能に対して、 三菱側はそれまでの経験から航続距離の重要性を認識しており、開発にあたって軍の要求を上回る目標を独自に掲げ、完成した本機は航続距離 3800km となった。この 3800km という航続距離は海軍の陸上攻撃機器に比べれば劣るものの、 それまでの97式重爆の 2700km、100式重爆の 3000km に対しては、格段に向上しており、その飛行性能や強力な武装、防弾装備も、相まって海軍にも注目されることとなった。なお、こうした本機の設計に際して、三菱の設計人は、一式陸上工芸機器の経験を本機に盛り込んでいる。97式重爆 100式重爆撃機、ドンリューでは、左右2席の操縦席の内右側操縦席は、全部重座等への通路を兼ねており、軽機板が大きく切りかかれて通路が設けられていたため、右側席は省略された、軽機類が多く、清掃重視席として使用するには、難があった。緊密な編隊を組むには、編隊左に位置する機は、長期を見やすいよう右側席に、 生槽重視が位置する必要があり、このため本機では操縦室付近の胴体幅を97式重爆、100式重爆より広く取り、左右の操縦席の間に、全部重座等への通路を設ける構造としている。4式重爆戦後、アメリカ軍に接収され、同国軍の国籍標識が描かれた4式重爆。左横は、陸軍航空軍の P-51-4。 式季重爆の試作一号機は1942年12月27日に飛行している。後に陸軍から四式戦闘機、疾風と共に応答は決戦機として期待され重点生産機に指定された。1944年1月、四式重爆の飛行性能から陸軍は三菱に対し、生産中の四式重爆100機に来撃装備を搭載するよう命令が下り、 試作機2機は、横須賀海軍航空隊で海軍の指導の下、雷来撃試験が行われた。結果は良好で、161号機以降は、来撃装備型が、標準形式として採用され、本機は陸軍機でありながら、来撃機としての運用が可能となった。海軍の一式立行や、陸上爆撃機、銀河と異なり、爆弾層の長さが魚雷より短いため、魚雷は、 機外県庁とされた。また、451号機以降の機体は、後方の 12.7mm 機関砲が連想に変更されたオツ型となっており、これに伴い450号機以前の機体は、高型とされた。陸軍雷撃隊の訓練は、豊橋海軍航空隊と浜松陸軍飛行学校で実施された。1944年10月の、 台湾沖航空船を皮切りに、フィリピンの戦い、九州沖航空船、沖縄船などにおいては、海軍指揮下で運用された陸軍大撃隊が出撃し、四式重爆はその主力として、感染攻撃に活躍した。なお、海軍では、海軍指揮下の陸軍大撃隊を、靖国部隊と呼び、それに所属した、大撃機型の四式重爆、飛竜のことを、 靖国という名称で呼んだが、これは海軍部隊内部における非公式な通称であり、正式なものではない。1944年春、陸軍の航空関係者は、特攻の必要に関して意見を一致し、99式総計爆撃機と4式重爆を特攻機に回収することになり、中央で2体の編成準備を進めた。1944年7月、 ココタ共同飛行士団に99層系装備、浜松共同飛行士団に4式重爆装備の特攻隊を編成する内示が出た。8月中旬からは99層系と4式重爆の体当たり機への回収が密かに進められた。4式重爆による特攻隊である不岳隊は浜松共同飛行士団長、 川上清少将が特攻隊編成の内示を受けると、同志団の第一共同飛行隊を母隊として編成し、1944年10月24日から特別任務要員として南方へ派遣した。全員とも4式重爆の経験は豊富だった。26日、航空総監、菅原道広中将が臨席し、出陣式が行われ、不学隊と命名された。 フィリピンに進出した、不楽隊は11月7日早朝に初出撃したが、目標が発見できずに帰還した。最初に特攻が決行されたのは13日で、隊長、西尾常三郎詳細か6名が、米機動部隊に突入して戦死した。戦火は確認されていない。1945年4月に完成した、体当たり爆弾、桜弾は、 使用機種を4式重爆に限定したが多くは使われなかった。4式重爆の胴体内に桜弾が装着され、特攻機として沖縄作戦で使用されている。沖縄戦では飛行第62戦隊に配備され実戦投入し、1945年4月17日に初出撃するも行方不明となる。その後、 立ち洗い陸軍飛行場から何度かの特攻作戦に出撃したが、戦火は確認されていない。爆撃での使用は、1944年11月12月25、26日に海軍指揮下で運用中の本機が、カトリ海軍飛行場より出撃し、洋島経由でサイパン島や艦爆撃を、また1945年2月には、 伊王島に上陸したアメリカ海兵隊に対し、浜松より出撃した飛行第110戦隊機が夜間爆撃を成功させている。これらのほか、飛行戦隊では、第14戦隊、第16戦隊、第60戦隊、第62戦隊などが本機を装備した。中でも、第60戦隊、第110戦隊は沖縄戦に参加し、技術空挺隊による、 技法作戦には空挺隊員、飛行隊員登場の第3独立飛行隊の支援、誘導部隊として先行爆撃や照明弾投下を行っている。4式重爆は重点生産機種となり、大量生産を考慮した分割製造方式が採用されており、生産は大府飛行場の三菱重工業、下工場のみならず各務原飛行場の 川崎航空機岐阜工場などで行われたが、日本本土空襲の激化により、各地の軍事工場が次々と壊滅し、さらに東南海地震による中京工業地帯の壊滅や、工場の疎開などの混乱で製造ははかどらず、終戦までに生産されたのは635機であった。また、エンジンを804から強化改良型である。 は214に乾燥した4式重爆にわたと、なるべき木67通は、試作に終わっている。敗戦直後、参謀次長、河辺寅志郎中将を筆頭とする、幸福全権団はフィリピンにて、連合軍と会談し最高指揮官、ダグラス・マッカーサーによる、幸福要求文書を受領、連合軍の新中詳細や、全軍武装会場中央に伝達するため、8月20日、 沖縄の家島から海軍の一式陸攻の派生型、一式大型陸上輸送機にて東京へ飛行中であった。しかし、道中静岡県の天竜川川口にて一式輸送機が機体不具合により、不時着、その代替として近隣の浜松陸軍飛行場にあった四式重爆を急遽全県団は使用しているため、四式重爆は日本の幸福を見届けた機体となった。 木67公4式重爆の機体は現存しない。ただし、ルーフアンテナのカバーと爆弾層の扉が、筑前調律立,立ち洗い平和記念館に展示されている。ほか、墜落事故の現場から回収されたエンジンの一部が、大梅市郷土博物館に展示されている。愛知県三金山にある純国七市病に、海中から引き上げられた搭載エンジン波104が、展示されている。 ありがとうございます。